千葉県第四区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1975年の公職選挙法改正により、新設された、選挙区で、それまでは1区の一部だった。選挙区の設置当初の定数は3であったが、人口の増加のため定数是正が行われ、第38回衆議院議員総選挙からは、定数4に、第40回衆議院議員総選挙では、 定数号になった。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。この区域は、現在の小選挙区では5区、6区、7区、8区の全域と、13区の一部となっており、小選挙区の4区とは関係がない。1975年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数14、141万7392人、投票率 59.、59.39%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、130万1635人、投票率 64.、64.95%第38回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、115万8021人、投票率 59.、59.77%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、1。082609人投票率 59.、59.27%、第36回衆議院議員総選挙6月22日執行。 当日有権者数、96万4054人。投票率 69. 69、69.69%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数、94万2012人。投票率 52.、52.43%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。 843,247人、投票率65.54%。ありがとうございます。